はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギター室でシンガーソングライターの竹下です。どうございます。本日のサウンドチェックはこちら、Zoom G2-1NU 28番のプレセットまで来ました。ピーター HW でしょうかでしょうかって、私が疑問系でもしょうがないですけどね。ちなみに Zoom G2-1NU はこんな感じです。はい、割とあのルックス的には気に入ってます。ちなみに音も気に入ってます。あの結構ですね、ズーム社の製品、悪く言う方がいるんですが、私は悪いとは思わないですね。あすごくよくできてると思います。はい、まあそれぞれのブランドっていうかね、メーカーでその特色味付けみたいなものがあるんですけど、私はズーム社のマルチエフェクターは割とあの自然な方だと思ってます。はい、まあ、個人差がありますですね。ギターを手にした6弦3フレットからスケール練習始めましょう。何はなくてもスケール練習です。中指で、始めます。中指で始まり中指で終わります。ちょっとボリューム大きいかな。あのマルチエフェクター便利なとこ、ダイヤルぐるぐるって回すとあの全体の音の感じはそのままにね、音量を下げられるんで、夜間の練習にとても便利です。はい、ゆっくりいってみましょう。はい、中指で始まり中指で終わります。もう一度いってみましょう。はい、なぜこの運指を取り入れているかというと、全く同じ運指で2オクターブ奏でられます。加工してみましょう。はい、はじめはこれがスムーズにつながらなくても全く問題ありません。ここで中指に入れ替えることが重要です。慣れてきたら3オクターブにチャレンジしてみましょう。はい、次にですね、非常に重要な話をします。ピックの持ち方です。人差し指の上に軽く乗せてあげます、ね、ほいほいほい、そして優しく親指で包み込んであげます。はい、ちなみに私が愛用しているのはジムダンロップ製のウルテックスというね、爪に似た素材です。これがですね、セルロイドの場合ですと引いてるうちにこうガビガビガビってなってきちゃうんですけど、このウルテックスの場合あの引いててもこう爪ね、猫さんなんかがこう爪研ぎするとこういつもこの先がこう丸くなってるじゃないですか、引っかかりがないように。あの感じでですね、まあ、常にこう引き心地としてこうマイルドなんですね。セルロイドだとどうしてもある程度使うとこう細かいペーパーでねこう直してあげなきゃいけないんですけど、ウルテックスの場合はそれがない。はい、便利。はい、そして次に、よく使うコード進行ですね。Em-D-C-D の循環コードをクソ真面目に練習します。はい、一生懸命練習するのではなくて、すごく一生懸命練習します。まあちょっとはさですけどね。とにかく自分の力の限りやりましょう。そしてちゃんと休みましょう。はい、行ってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー。
これの発展形として5、4、3弦のアルペジオ、こちらを学んでいきましょう、はい、ダウン、ダウン、ダウン、アップの順番です、はい、では行ってみましょう。アルペジオがうまくいかなくてむしゃくしゃしたときはですね、と弾いて、ああギターの響きっていいなってうっとりするのもまたありです、はい、ギターいい音でしょう、はい。そして、これの発展形としまして、4、3、2弦のアルペジオ、こちらも学んでいきましょう。基本的にですね、左手は割とどっちでもいいんですね。あくまで音を出しているのは右手であるので、右手の滑らかさ、丁寧さ、少しでも荒っぽいアクションが右手があるようですと、それはいいギタリストとは言えません。静かに弦を撫でるように、弾くより押す感覚ですね、はい、静かにしなやかに、はい、暴力的に弦をガチャガチャ叩くようなギタリストでいいギタリストはいません、はい、優しく押すようにですね、はい、右手は練習しないと絶対にうまくはなりません。左手はそのうち、弾けるようになるじゃんぐらいの感じで OK です。で行ってみましょう。優しく丁寧にが基本です。でギターソロが弾きたくなると思うんですが、誠に遺憾ながらギターソロ自体にですね、大した意味はないですそもそもそんなに、ギターソロ意味があるのっていうと、まあ歌と歌の間をつなぐね、まあ、感想の一部ですね。誰も聴いてなかったとしても、ギタリストとしては、一応頑張りましょう、はい、誰かが聴いていてくれるかもしれないので、ここでは課題曲としてですね、ファイナルカウントダウンという楽曲の、ギターソロが非常に、使いやすいのと、あといろんなね、ファクターが入っているので、学んでおくとよろしいかと思います、ファイナルカウントダウン、ゆっくり丁寧に奏でましょう、はい。Thank you.
ギターソロ開放弦を含まないために移調しても使えます。例えば下げてみましょう。となります。こういった開放弦を含まない、ギターソロというのは、まあ、これも全体的にはアルペジオの一種ですけどね、非常に使いやすい。何かギターソロを弾いてください、必要になった時にね、とっさにこれの組み合わせと変形版を、繰り出せば、まあ、なんとなくそれでその場が収まるというね、便利なギターソロです。はい。ちなみにオリジナルはこのキーですね。となります。そして非常に重要なことです。ギターを弾く際ですね、弦と指が離れている時間、これを極力短くすることです。先ほどの右手がね、バタバタと大きく、振り幅が大きいと、みっともないというお話と同じなんですが、左ともですね、オーバーアクションだとやはりみっともないです。なるべくコンパクトに、この人手が動いてるのかなぐらいの感じが美しいです。とにかく美しくあることが最も重要なことですね。はい。その手つきが美しく、そしてピッキング、フィンガリングが美しければ自然と音は美しくなります。はい。それでは、課題曲としてイングウェマーのスティン広島のムールを簡単にしたものです。速さではなく、美しさと丁寧さを求めましょう。はい。そのうち早く弾けるといいですね。はい。では行ってみましょう。使用したギターを富士原製ストラトキャスターでした。ちなみに語り口はですね、亡き大谷礼文さんの、はい、こんにちは、大谷礼文ですを丸々パクらせていただいております。そしてピッキングのですね、コンパクトに、ちっちゃくまとめて、これを誰にも僕は強制するつもりがないのところは、アルディミュラーの教則ビデオを丸々パクらせていただいております。ありがとうございます。こんなですね、全く心のこもってないギターをこちらのテロップが出ます。横浜にございますシアミュージック横浜校でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。はい。プレイ自体には心がこもってないんですが、生徒さん一人一人は大切に思ってます。はい。あまり何でしょうね、まあ、いろんな学校で教えてきましたが、シアミュージックはですね、生徒さんが笑顔で帰る確率が高いんですね。確率が高いというか、まあ、私が見ている範囲だけですが、不服そうな顔をして帰った生徒さんを見たことがないですね。まあ、それだけ満足度が高いんではないでしょうか。私が担当させていただいている生徒さんもね、そうであってほしいと願っています。はい。私は、準備で、物事は9割決まると思っているので、レッスンの時間までにギリギリまで、その生徒さんが今日これをやったら、次のランクに
ランクというのはね、次のステップに進めるんじゃないかなというのをこうイメージして、だいたい3パターンぐらいですね、考えて、どれでいこうかなってギリギリ前に悩んだりするんですね。で、これでいってみようかって言って、ん?ってなった時には、じゃあこっちにしてみましょうかみたいな感じでね。で、その生徒さんが例えばこういった曲を弾きたいっていうその思いがあったとして、それはそのまあ最初具体性に欠けるんですよ。バンドでやるんですが、この曲をやりたいって言われると、じゃあそのどのパートですかっていうお話から始まるんですが、これはですね、結構決まってないことが多いんじゃないかと思うんですよ。例えば軽音部だったりするとね、その先輩のさじ加減一つで物とかことが変わってくんで、一番重要なのは全部覚えておくことです。はい、楽曲すべてを覚えておけば、まあ、要するに、まあ、Em だとしたら、まあ、シャープが1個つくわけですね。まあ、ひっくり返すと、G になるわけですね。そういったことが分かっていれば、例えば極論ベースに回されたとしても、ベースに配置転換されたとしてもね、それはいい経験ができるというふうに思ってください。ベースを弾く機会が与えられたんでね、だいたいベースが弾ける人ってギターも弾けるんですよ。で、極論打楽器最強です、はい、打楽器ができる人は何の楽器でも弾きます、はい、打楽器ができる人っていうのは一番音楽家として優れていると思いますね、私は、はい。というわけで、シアミュージックではですね、ボーカル、そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、いわゆる声優さんですね、ナレーションとか、そしてギター、そして DTM、まあパソコンパソコンも使ってですね、まあパソコン内で完結する、音楽 DTM ですね、はい。私は、プレサンドのスタジオワンを使ってますが、まあ、その中でね、一つ世界観として完結してしまうので、それはそれでよろしいんじゃないかと思います。何にせよですね、まず音楽、音にまつわることで悩んだら、まずはシアミュージックにご連絡くださいませ。はい。専門のスタッフがですね、まずあなたのお悩みをお聞きするところから始まって、そしてシアミュージック全国展開しておりますので、お近くのね、校舎をご紹介させていただいて、で、私はちなみに横浜港におります、はい、ので、私をご指名いただければこれは幸いですが、まあ人間同士ですからね、合う合わない合いますので、他の、ギタリストも非常に優れな、私から見てもね、この人に習ったら上手くなるだろうなっていう、上手くなる、うん、音楽的に豊かにね、成長できるだろうなっていう講師ばかりが揃っています。もう自信を持ってお勧めできますので、ぜひ横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。それでは、ギタリストでシンガーソングライターの竹下敦がお送りいたしました。横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。それではまた。